ちょっとどうなってんの？来ないですね、お客様。おかしいわ。ラッキー、よく考えて、ほら2月でしょ。うん、ああ、ニッパチね。商売ニッパチあげまへんわ。ニッパチでしょ、うん、で24日だから、これ給料日前かな。あら、そら来るわけない。なんで今日開けてんの、お店。帰ろ帰ろって。いや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 、ダメでしょ。自分で飲んでますし。あのね、りーちゃん、いつも言ってるけどさ、営業の電話かけてんの、あんた。かけてるよ。今時電話じゃないのよ、営業は。メールしてる、LINE してる、メッセンジャーもしてる。全部してるよ。あなたちょっと中国人になってんじゃんな。そうね。それの中国人のお客さん来てる時だけにしてよ、もう。全く無視ですよ。中国のお客さんも来てないじゃない。ねえ、これ既読無視ですよ。日本じゃ爆買いよ。あららららら。全然来てくれない。クラブナオミに来ないじゃない、これ。コンセプトが悪いんじゃないの、あれ、コンセプト。言ってあげて、なんだっけ、うちの店のコンセプト。化け物屋敷でした。違いますよ、それは私があれですよ。24ぐらいの時に行ってた店の話。わかりました、わかりました。その話を今出しちゃうと出るもんもないでしょ。あの話はもう。お客様にというやつですか。お客様にというやつ。お客様にお金と気を使わせるお店、クラブナオミ。を見ときた。そういうことでございますよね。よく聞いたらちょっとおかしいわね。ちょっとおかしい、ね、ちょっと、ね、ちょっとお金、陰を踏んでないよね。うん、おかしいなそこじゃないでしょ。違う、ちゃんとね、突っ込まないとね。そう、気も使わせてもらうし、金も使わせてもらう。そうです、ん、使ってもらうね。そうだね、金も置いて、金も置いて来ないよね、あんた、ね、さっきからずっと一人で飲んでるけどね。もうね、そういう時はね、ボウフラ沸くからさっさと飲んだ方がいいですよ、ママもね。チーフ、ちゃんと電波つけててね。チーフ来てんの？チーフ来てないの？今日は病欠。あ、病欠。あ、チーフね、うん、喉が痛いって言ってね、ほんとに。へたれだね。へたれてんですよ、うん、何をしてんだか。いろいろ痛いんだよ。そうですよ。膝が痛い。膝が痛い。はい、肘が痛い。肘が痛い。心が痛い。心が痛い。そうですよ。そんなこんなでも休めないのが主婦ですよ。主婦？まあね、チーママですよ。いらないこと言わないんですよ。いらない。いらない。そういうことですよ。まあね、まあ、ブツブツ言っててもしょうがないからね。なんかね、うん、いいラジオがね、はい、始まるらしいね、あんた。あらららら。なんかね、関西？関西。関西。関西電気保安協会。関西の人しか分からないらしい。中国電気保安協会ですね、広島。いやいや違いますよ。何を言ってるんですか。そうですか。まあ、それはいいんですけど、その関西の人とね。そう、広島、中国よ。中国保安協会。ちょうどいいこと言ったら。中国ってニハオ。なんでニハオマ。どこだっけ、岡山の方。私ですか、広島の方。広島ですよ、うん、広島の私ですかじゃないですからね。か、広島の方がですね、うん、やってるレイディオらしいですよ。レイディオといえば壊れかけのレディオですね。著作権の問題がありますから歌わないでくださいね。ということですね、聞きましょうよ、それ、うん、お客さん来るまで。そうね、たけちゃんも来ないし今日。本当だ、うん、そんでそういうことでね、ラジオを聞いてみましょう。行くわよ、りーちゃん。ポチッと行って、今頃ポチッと行くもんなのかしらね、ラジオは。ポチッとな。ラジオってどういうことになってんでしょうね。ラジオはだってスマホで聞けるんでしょうが。あら、そういうことですか。うん、やだ、怖いね、怖い時代ね。そういうことだ。空にはほら、何かが飛んだりするわけでしょ、あれ。アマゾンで買ったら、ブーンとなんかで持ってくんでしょ。怖い時代だね。怖いですね。超お客さんは来ないけどさ。早くラジオ始まっちゃうから聞きましょうよ。はい。はい、ちょっとあのダイヤル合わせて、ポチッとなで行ってちょうだい。ポチッとな。チャラチャ、チャチャラチャチャチャラ、チャチャララララチャラ、チャラチャラ、ドドンドドンドン。はい、そういうわけでですね。はい、こんにちは。あのね、どうもどうも。うん、これね、初めてなんですよ。知ってました？知らないです。何がですか？初めても何も。私ゲストでしょってでしょ。そうですよ。ゲストじゃないですからね。あららららら。二人で初めて完成するもんですから。わかりました。はいはい。今日はですね。はい。あのあれがいないから、うん、なんですか、あのディレクターが今日休みで、はいはいはい、マイクロフォンですね、マイクロフォンを持ってくるって言ったら、あの人があの人が休んでるもので、なるほど、パソコンで撮ってるんでちょっとね、うんうん、音の響きが聞こえが悪いと、はい、それはあの私たちの滑舌でですね、はい、もうそれクリアしていきましょう。そうですよ、滑舌でクリアしてください、よろしくお願いしますよ。
よろしく。あの、うん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 、カツです。生麦、生米、生卵です。はいはい。隣の坊さん食べかけかけた。絶対全然食べてない。何を食べかけてるんですか。食べかけかけたですね。すいません、坊主が。立てかけかけた？ね、食べかけかけたね、うん。そういうことですよ。ということでですね、一体このあのだらだらとなんとなくね、うん、始まってあのあれですけれども。あの趣旨はそうよ、そう、そういうことです。何ですか、趣旨っていうのは。趣旨はね、お前が考え、趣旨の趣旨みたいな。そう、趣旨趣旨みたいな。まあ、何でしょうね。まあ、みんなあの真剣に聞かんでいいと。うん。そういう、もうね、あの皆さんね、現代人ね、うん、頭疲れてるでしょ、ね。難しいこと、ややこしいことがあってね。そういう人がこうボケーっと見れる。聞ける。見れない。もう面は出せません。面は出せません。面は出せません。はい。面は出せません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 。バカだね。バカ誰か出た。面は出せません。いつもの調子にもなってきてますね。あの、そうそう。まあ一応音だけでね。あの、まあ、日本あたりはね、いいんですよ、その何ですか、ネット回線早いから。あ、そうかそうか、聞けますね。汚い面を見た上に、データも遅いしね、見れないわけですよ、ね、そういう時にはもう、踏んだり蹴ったりっていうね。そういうことですよ、あの、踏んだり蹴ったりですよ。うん、だからね、あの音だけで。音だけで ね。どんな美しい人が喋ってるんだろうと、ね、このウグイスのようなね。ね、ウグイス状の。そうですよ。いらっしゃいませ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 。スラマダタン、スラマダタン。でね、その、まあ、あの、ながらで、うん。みんな忙しいからね。まあね。そういうことですよ。世の中は忙しいです。そうそうそう。あの、移動中に。もう。移動中に聞いていただいたり、料理作りながら聞いていただいたり。いいですね。なんか作業ですね、うん。そういうついでに聞いていただいてですね。一応これインドネシアバリ島から、今更言ってますけど、インドネシアバリ島発ですか。ああ、いいですね。バリ島発の、それも、バリ島の、ね、そうそうそう、山岳部まで行かないね。山岳部に行こうとしている山間部っていうんですか。山岳部って言ったら、ワンダーホーゲル部ですよね。そりゃそうです。山岳部って言ったら、山岳部じゃない。ね、知るなーってやつよね。寝るなーってやつね。違うね。っていうやつですので、ちょっと山の方からですね、お送りしてるわけでですね。はい、まあ、ウブドっぽい話は、あんま出ない感じがしますけど。うん、そうだね。うぶどね。うぶどの、なんか、うぶどを愛してるね、うぶど好きなリピーターさんとかが、うぶどからだって言って聞くと、げんなりする。げんなりする感じの、番組をするっていうのが趣旨で。あ、いいですね。それが趣旨ですか、ね、ですので、本当に純粋にね、バリ島ウブドが好きな方は、あ、そろそろスイッチオフで。オフですか。あ、もうか、攻めてるでしょ。ね、スイッチオフしていただいていいんですけど、先ほどですね、うちのあの監督の方からです、金髪になった監督からですね、はいはい、あのインドネシア語で5分ぐらい喋ったりとかもいいよね、ちょっとインドネシア語講座を入れろと。なるほど、いいね。言われましたもので、いいね、うんうん、今後まあ入ってくる可能性は。分かるかな、私が。困ったな。いいんじゃないですか。あの NHK の外国語講座とかもいるね、一人いるでしょ。あのいる、分かってない、ね、分かってない人枠みたいな。いるいる。分かってない人枠。じゃあそれでいきましょうか。私がなんかこう、あのよう分かってるふりしてる日本人でしょ。うん、ほんであのネイティブの監督がいて。いいで、まあ、監督ってあれですよ、ジャカルタで聞いてる人も多いんでね、チューズマさんなんかわかると思うんですけど、いつもあのキャラバンっていうね、ツアーやってる時に来てるあのメガネの、うん、私がチビメガネって呼んでる、もう大尊敬してるんですよ、チビメガネって呼んでますけども、完全に私はあの従ってますからね、うん、彼女の言うと。そうだね、はい、そんな風に見える。エタさんですね、うん、エタさんがそのうち先生でね、うん、あのインドネシアン、なんですか、グルですね、グルですね、グルですね、先生なんっていう意味やけどね、そういうので出てくるかもしれません、はい、とにかくこう初回ですので、はい、何もトピック何もないで、うん、ゴリ夢中でございます。ゴリ夢中、おもうあのガレージセールのゴリが夢中です。そういうことですよ、ゴリに夢中ということです。ゴリに夢中、ゴリ夢中ですのですね、今後、まあ、これあの多分2500人ぐらいの方がね聞くことにはなるとは思うんです。最低、ええ、最低。そうですよ、それはそうですよ、ね、なんて世界にはどれだけの人口がいると思ってるんですか。そうですよ、たったの2500人。そうですよ、そんなものはなんかね、見たよとか聞いあ見てないわ、聞いたよって、そういうこと教えてほしいな。そうです、ね、レスポンスなんか欲しいな。で、何ですか、リクエスト、リクエスト、うん、3サイズ以外何でもあります。質問、はい、苦情、悩み相談、悩み相談、私受けてみたいね。やりたいね、やりたいね。すごくシリアスなのを受けてみたい。
主人が的な。こんにちは。私みたいな。じゃあそれは私がその、あの今度来た質問を私がそういう体でやってみます。あ、そうです。で私がちゃんと答えると。そうそう。ちゃんと答えれるかどうかは分かりません。おっさんバージョンまでできる。ああできるね。じゃあおっさんの方からも、おっさんからも。老若にゃんにょ問わず、老若にゃんにょ問わず、悩み相談をいいですね。もうぜひぜひ、あのどんな悩みでもいい。でもまあ本当に悩んでる人は相談してこないやろね、私たちにはね。いや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 、そんなことはない。ウブドの道端姉妹には相談してこないでしょ。そうそう。いやいや、可能ですか？可能です。可能姉妹じゃない。何言ってるの？ウブドの可能姉妹って呼ばれてるじゃない。もう一人足して、あの森三中じゃないですか？ウブドの。誰ですか？そうね。そういうこと。ちょっと想像してください。誰ですか？そういうことネットで書くのは。ね。やめてください。ウブドの森三中じゃないですよ。でもね、そういうこと書く人ね、うん、どうもね、私のことだいぶ好きみたいから、ね、これ聞いてくれるかもしれない。あ、いいです、ね。ウブドの森三中と書いたあなた。ちゃんと見てますよ。一人ペア見つけましたよ。もう一人誰か大募集中。はい、あともう一人、あの自戦他戦は問いません。聞きまず聞きただ聞きたいのはね、森三中の誰なのかと。そこ大事。そこをちゃんとね、送ってメールで送っていただけど、私はあの人が好きなんですよね。黒沢が。黒沢がね。できたら私は、私と言ってる方は、私と言ってる、初めて聞いた人、私とか、ね、わしとか、お前誰やねんと。ね、そうです。そりゃそうじゃん。黒沢、じゃあ黒沢の方からとりあえず。じゃあ私は大島でいい。大島でいい。いやちょっと大島、いいよ、うん。大島でいい。そうね。うん、どっちかって言ったらね、うん。坊主にせなあかんよ。うん、今の角刈りをやめて坊主にせなあかんよ。あとちょっとや。うん、お前ね。あとちょっと目細めたらもう坊主。ね、うん、そうや。そりゃそうですよ。そうですね。自己紹介は、私は自己紹介しましょうね。うん、なんでしょうね、うん、私何ですか、42歳ですね年齢から来た、私、うん、生島直美と言います、うん、戸籍上は古谷直美なんですけども、なるほど、本当に全くもってどうでもいい話なんですけど、戸籍の話になると話が長くなりますので、まあ昔の名前で出ていますってやつですよ。昭和昭和、昭和の話が出たら昭和昭和って言わなかった。私カバン屋をしておりましてですね。ああ、カバン屋をね。シシという。S-I-S-I です、ね、はい。漢字で書いたら死ねって書いてシシと。シシって屍、何でしたっけ、拾うものなしのシシ。と思っていただいたらいいかと。隠密、ね。そう、隠密、暗密。暗密奉行です。はい。なるほどね。そうそう。そうね。そうなんですよ。うん、カバン屋なんですけど、うん、まあ、カバン屋はね、知ってるね。知ってるところが知らなくても、聞いてる人は大体知ってるんちゃうかな。そう、獅子から入る方がね、多いかもしれないですけど、ちょっとようわからない人は獅子バッグ .com で調べてください。.com だね。そうよ。.com。獅子バッグ .com。ほら、獅子バッグ .com って言ってね。.com。関西弁でたくさんっていうのをドット。で、コムと。コムと。いっぱいお客さんいうことです。獅子バッグ .com と覚えていただいたら。今時 .com をわざわざこれで語らわせて覚える必要もないですけどね。ですね、関西バージョン。それがね、不思議なことに、大概がね、.com なの。あららら。何してんのかな、あれ。.com。困っちゃうね。ねえ。本当ですよ。りーちゃん .com ですよ。りーちゃん .com。どうしたらいいかわかんない。りーちゃん .com。私ね、インドネシアはね、比較的、インドネシアというか、バリ島が比較的長いもので、困った、インドネシアに引っ越してきてしまった、うん、来てしまったというか来た、せやけどインドネシア人のこの反応がをどう捉えていいのかよくわからないとかいう質問がお悩みだったら、私結構比較的ははそういうのね、うん、あと結婚したいけどできないとかいう悩みもいいの？いいよ、得意得意、だって私ができないはずだったのにできたから。なるほど、うん、それはんええー、でもただで言ったかな、これ高い話やね、これ銭取る話やからな、ね、うんうん、これはやめときましょうね、うん、触りだけしゃべる、何の話をしてるんです、ね、で私は日本人の夫がいて、うん、子供が2人、うん、今んとこ7歳と9歳今んとこ7歳9歳で、おお、いい感じだね。そうですね、メスオスと、メスオス、お姉ちゃん弟っていうのがいますね。チャワ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 ってですね。あと趣味がもういいですか、うん、趣味の話、趣里ってこと、趣里じゃない、趣味ってください。ね、読書と映画、うん、鑑賞と言いたいんですけど、うん、最近映画はね、あまり見れてないんですけど、本は結構好きですね。ズンバとか。ズンバいいね、今ズンバレッスンないんやん。あららららららら、ズンバの先生募集中。ズンバの先生募集中です、ね。よろしくお願いします。あとは何でしょうね。まあ、性格で言えば、まあ、とにかくおせっかいであると。はあ。うん、おせっかいと気が弱い。小さい。弱いじゃないね。小さいね。
もう心配してパーソナリティまで自己紹介、あそこまで言わなくてもいいですか、わかりました。じゃあまあこんそのそんなもんですよ、42歳ですよ、何回42歳って天秤座ですよ、私 A 型ですよ、絶対 A 型って全部もう今占い師聞いたら全部そうよ、個人療法がもうじゃん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 出てますよだよね、占いはもう島に住所まで行ってね、住所がね、うん、あのウブドからあそこ の, あの、ね、ガソリンスタンドの前をダーッと行って、もう一個のガソリンスタンドの前をダーッと行って、坂バーッと前を右にガーンと行って、でバババババッと走ったい、なんぼなると左にコーンと入って、でこうキュッキュッと行ったら、あれをもう来るわ、明日から。明日から来ちゃうの、人が。悩み相談を抱えて。やめてください。一応言っときますけど、やめてください。で、あのリーちゃん、自己紹介しますか、私が紹介しますか、どっちがいいですか。まあ、じゃあ 人がじあの紹介する自分を聞いてみたいね。ああそうね、うん、名前カラーがややこしい、ちゃんと、まあ、リーちゃんでいいんじゃないですか、リーちゃんで、リーちゃんです、分かる人はリーちゃんです、はい、リーちゃんはですね、広島県出身のリーちゃんで、はい、私より1個上らしいですね、そうですね、年齢も別にですか、34、じゃあ30、えもういいや、34、はい1個上でひっくり返した感じになってます。そうです。そんなんと私かって24歳じゃないですか。そう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 、どうでもいいサバですよ。サバ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 、あんたは本当にサバサバしてるやつだねってよく言われるわけでしょ。サバサバサバ、うん、バリ島在住3年目ですか、4年目ですか。そうだね、この7月で3年になりますね、6月やね。でもまあ昔からね、お仕事やなんやらでバリには通ってはったんで、うん、昔のバリも知ってんだよね。ですね、でもね、うん、そう で3匹 の, こあの動物が家にいて、夫婦がいて、座長、団長、団長ですか、リーダーサーカスですよ、リーダーサーカスが、うん、犬2匹とね、犬2匹とね、あそうですか、そうそうそう、子供がね3匹おるんですわ、子供が3匹おるんですわ、うん、だからあのあれですね、あのジャカルタの方で言えばそのキャラバンで、あの面白い感じの接客をしてる、ね、あの人ですと思っていただけたら、石鹸の使い方を教えてくれる人っていうね、石鹸のあれをあれで取る方法を教えてくれるあの人ですね、そうです、あの泡立て方も思って買えの重いから買ってくれよっていうリーダーですねそうです、うん、辛いね、持って帰る、持って帰るの重いからいっぱい持ってて買ってくれよっていうのは、あのあれですね、獅子をはじめいろんなお店がこうジャカルタとかね、ジャカルタをはじめスラバヤとかのジャカルタ近辺のチッカランっていうところにね行くあのツアーですね、お買い物ツアー、キャラバンですよ、あそこにねお手伝い来てもらって、あのはい、おんぶしてくれよみたいなね、わかります、それおんぶしてくれよ、おんぶしてくれよってわかります、知らないな、わからない、これはね、こなきじじいですおんぶなの、あれはおんぶしてくれよですよそうなのか、みんながなんで抱っこしてくれよじゃない、あんたね、ちゃんとね、ものをね、知らないところがあるね、いや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 、私あんだけガンズ&ローゼス、あ、ガンズ&ローゼス、ローレス、ローレス、ローレスって、フローレスって誰だよ、コモド出ちゃうよ、知らないな、たまたまその2つはで、おんぶしてくれよっていうの、おんぶしてくれよですよね、おじいちゃんなの、おんぶしてくれよっておんぶするとどんどん重くなるわけですよ、それおんぶされてるのは知ってるでしょ、うん、突然知らない人顔、おじいちゃんであんな身のなんていうんですか、身のかぶってる人、まさかいきなりおんぶしましょうかっていう人はいないわけです、まあ、してくれよと言われるからするわけでしょ、なるほど、そういうことですよ、あのお顔で、そうそう、おんぶしてくれよっていうわけですなんか夢に出そうやね、うん、昔なんかキョンキョンがなんとかしてくれよってありましたね、知りません、10円くれよキョンキョンが10円くれよ、何でしたっけね、キョンキョン言ってたね、知らんねえ、かまってくれよ、違うな、多分聞いてる人で、なんで知らんねえアホっていう人が、ね、そういう時はね、パッと言う、あ、見逃してくれよだ、10円くれよじゃなかった、見てたねいや全然違う、ああそう、これそれ耳ちいやん、見逃すのと10円っていうの、見逃してくれよ、見逃してくれよ、応募してくれよ、10円くれよ時々ね、改札のね、うん、切符の買い、切符売るところの前でね、10円ちょうだいっていうおじいちゃんとかおばあちゃんがいるわけですね。ね、で決して切符買わないんだ。そうですよ。一日中そこにいて、そうそうそう、徴収してるんでしょ。そうそう。それは道でミンタウワーって、社長、社長、お金、お金。なるほど。私に社長、社長言うわけです。なんで知ってんやろってね。うん。うん、ああ、すごいね、あの人たちはね。本当。あれまや。びっくりしちゃう。ね、昨日ね、はい、サヌールの辺ブラブラしてましたね、ちょっと待ってください、3匹の団長が、うん、昨日サヌールのあたりをブラブラした、平日なのに車でですよ、あ、車で、うん、子供を迎えに行くって言ってたの、はあ、バードパークを越してサヌールまで行っちゃった、違うさ、違うね、迎えに行くの、おとついか、そうだ、昼間だ、あ、
イミレーションとか。だ何を買いに行ったんだ言ってやって。あのね、ウゴドにはないものをね。あららら、嫌だ。南に下らなきゃね。いやだいやだ、よくサヌールで売ってるあれだな。あら、あれが買いたいって言ったら、セヌールですか、イヒヒって言われるやつでしょ。いやだ、リーちゃんは。あれや、違うわ。あ、違うの。肉とかじゃん。あー、いやだ。そうそう。買い出しそしたらね、昨日ね、ミンタウワンですよ。ミンタウワンですね。あの、車で走っとったのに、ミンタウワンって。そう。走ってくの？あの 赤信号で止まったらね、ザーッ振ってるのに、まずお母ちゃんとビニール袋をかぶした赤ちゃん、ね、やめて、頭だけやろ。そうそうそう、もうね、心が折れそうやって、お財布出そう思ったらパーって後ろから言わされて、残念って言いながらね、ごめんって。雨の時はチャンスですね。そうだね、そりゃそうやった。子供はね、そうで、あとちっちゃいのがちょろ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 ね、わわわわわ、あらららららって雨ね。まあ、でも、まずいね、炎天下も困るよね、あれは。うち来たらね、もうあの道におった方が良かったって後悔するくらいお仕事させてあげるのにな。道の方が良かった、言うてね。排気ガスの方が良かった。ただもう道に帰らせてくれ。師匠はやめてくれ。おでか様、おでか様。でね、見逃してくれよ、見逃してくれよ、ここで10円くれよって、キョンキョンがね、あの時ね。言わないよって。あの、角刈りじゃなくて。角刈り、ここをこうしてねって私の前ってやつ、つる刈りじゃなくてね、こぼちゃんとか出ないね、言葉が40超えると刈り上げ、刈り上げですよ、刈り上げした頃ですよ。見逃してくれよ、おんぶしてくれよ、ピチピチやね。まあ彼女は今でもでも可愛いじゃないの。飛ばしてるの、これ本当に録音できるのかな。でもいつもの話ですよ、いつもこういう話をね、し続けてね、獅子はなんとか16年目。そうだ、あ、ね、すごいね、17年目かな。あら、そうだね、16から17年目ですよ。すごいじゃん。いやいや、はっきり言ってすごいじゃん。はっきりやってね、いつもでも新人気分でやってますけどね、17年目ですよ、うん、すごいじゃな。私ね、うん、本当にちゃんとやってんのかなって思うねんけど、やれてますね。そりゃやれてるよ、うん、子供の時なんか42歳って大人と思ってたでしょ。もうね、棺桶に片足突っ込んだような感じのねえ、10円くれよとか言ってさ、うちのお母さん言ってたかな。いやー、どうやろうね、なんか変わらないよね。でも白素菓子とか言って笑ってた。白素菓子ってなんか知ってますか、皆さん。そうですよ、いい言葉を残していた。マッカロンのことですよ、マッカロンのことですよ。やめましょうよ、某ね、高知の男の子がね、言うてあったね。男の子ってもうおっさんです。おっさんやね、はい、うん、まあ、そう言ってた、白素菓子やって。なんで言ったら、にちゃ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 、歯にいっぱいくっついて白そうになるから白そがしやりたい。きったない。そんな言葉ね、私聞いたことなかったよ。私もです。白そとか意味がわからなかった。ベルサイユ宮殿で育った私としては。そうです、シャンデリアの中でね。そうですよ、リサちゃんほんまにシャンデリアで。いやいや、シャンデリア、まあ別にね、うん。パン、パララン、パララン、パララン。セバスチャン、セバスチャン、どこに行ったの、セバスチャン。車を回してセバスチャンっていう感じですか。パカポッパカポッパ。バーヤ、バーヤ。ミツバチマーヤ。それはマーヤ。ハッチ。お前見よったよ。それミツバチハッチです。あらら。え、ま、ハッチを閉めて。ハッチとマーヤは違うんけ。ちょっと聞いて。ハッチ。マーヤ。違うでしょ。まあね。ハッチさんとマーヤさんおったら違うよね。ミツバチハッチと何？ミツバチマーヤ。ハッチって言ったんだ。飛べ飛べハッチ。ああ、ちょっとシュールなやつやね。そうそう。で、ほいでマーヤは？あなたがこの前なんかウブドで見よったのは。この前で昨日ね。あ、昨日や。うん。あのパラディソウブドね。いや。あれ、あのウブドに、ね、おしゃれな映画館が、映画館というか、あれはジャパニーズでやったの。いや、違いますね、あれもどこなんでしょうね、関東語かなんかで。いや、あのあそこじゃないですか、あのピクサーとか、なんかそういうとこじゃない、ああいうじゃない。あら、そうなん。あら、そうよ。あれ、え、メイドインジャパンじゃなかった。メイドインジャパンじゃないですね。だからミツバチマーヤももともとはだからどっかの国の話なんじゃないですかね。ああ、うん、それがね、あの、CG になんかバーッとなって、なんだ、子供騙しの映画を見てきました。じゃあイングリッスですね。イングリッシュです、私の第一言語のやつ。おー、いいですね、うん、はいはいはい、いいですね、うんうん、そうです、あれです、イトゥダの皆さん、イトゥダ、イトゥダ、ウブデの皆さん、誰の真似なの、小林克也。ちょっと難しいね、これちょっと今ちょっとね、目合わせて止まってもうたけど。そう、カビア、カビア、えい、皆さん、ち、全然似てね。やめて、ちょっと顔じゃ赤くなってね。ちょっと恥ずかしい、かなり恥ずかしい。ラジオのね、うん、一応進行も一応考えてるんですけど、うん、今後ね、さっきも、はい、さっきのそのお問い合わせの話でもないですけど、はあ、あのコーナーなどがあると、そうだね、ちゃんと、と、うん、そうだね、コーナーに行けるのかな、わかんないけどね。浜村淳のね、ラジオみたいにね、うんうんうん、毎日新聞によりますとってね、やらないか。これはあれ、東はない、
東ごめんなさい、私は二人とも西の人間やからどうにもならへん。いや、ないですよ。それやったら、大沢ゆりのゆうゆうガイド、え、ワイ、ガイドじゃないわ、ワイドや。昼もなんとか90分や、なんかそんな。あんね、東ですか。東です。それはもうずっと同じような。そうそう。へぇー。ずーっと。でも今どっちもほら、ね、あれね、インターネットで聞けるから、オンラインでね、うん、オンラインラジオで。そうよ、だからうちのあの、あれよ、チーフが。うん、聞いてんだもん、それ。あ、そうなの。ラジオ聞きながら仕事してやってんのか、仕事。うちのチーフは広島でそれ聞いてます。毎日新聞によりますと。うん、まだ喋ってんの。うん、うん、ガンガン喋ってる。今村純でございますか、はい、って、ね。うん、かー。これまた臭い。チャーリーハムですよ。そうですよ、チャーリーハム。チャーリーハムも最近見に行けるな。そういうことですね。コーナーですよ。はい、コーナーいるね。うん。うんうん、そういうことで。すいませんね。今日はほんまダラダラとね。ダラダラですよ。多分ね、うん、ただね、こんな感じになると思いますよ。うん、ずっと。うん。こっちもあのバリポストとか読んだらいいんじゃない？あ、バリポストによりますと。そう、バリポスト、カタネバリポストって言ってる。あ、いいですね。おんおん、でもね、カタネバリポスト。私ね、こう叩き上げのネシア語でしょ、うん、読めませんから。あらららららら。ゲーとか。ゲーとか。いや、ゲーってバリ語では書いてないけど、あの説明するとあの、ここはね、バリ島というところでインドネシアの中 の、 そのバリ州なわけですよ。あ、なるほど。ステイトっていうんですか、はい、なんですね。ほんで、あの島やから当然日本でもそうであるように、うん、その方言がね、それぞれありまして、うん、はいはい、バリゴッツのがあるわけです ね、 ありますね。でもちろんそのインドネシアはあの東西、まあ、上の方もあるけどさ、東西に広くて島がね2000とも言われてるから、そこにはそれぞれの言語が発達してんのを、はい、インドネシアは無理くりね、うん、あの一つの宗教、うん、一つの言語でやろうって言って、まあ、失敗して、はい、まあ、もうアチェとかさ、あの辺、まあ、揉めてんだけどさ、ティモルの方とか、はい、でも今一応インドネシア語が通じるのね、はい、なんか面白いのはこのついこの間もうち見てたけど、山本太郎さん、うん、太郎ちゃんが、うん、あのイリアンジャヤ、パパはニューギニアの方、ニューギニアなやってどこやる、ルイジアナみたいな、私の故郷ね、そうよ、うん、言ってたでしょ、うん、あそこ、うん、あのタバコ屋の角曲がってバーって行く方の、うん、ほんでガッて行く方にジャッと入る方の、あそこのほらあのコテカって言ってね、ペニスケースですよ、おいいですけど、うん、ダニ族っていうところの、ダニ族、ダニ族、うん、もう本当にね、あのプリミティブでね、はい、原始的な生活を送ってて、なかなか素敵やねんけど、そこに太郎はね、すぐ一応、まあ、脱ぎキャラじゃないですか、はい、それは昔の話ですか、いやいやいや、あ、そう、昔よ、昔、うん、多分もう20年メロリン級のやつですか、メロリン級までは昔ちゃうけど、うん、もう20年25年とか前の話ちゃう、で行ってそこでこう、うん、ルルン滞在期、あ、いや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 、パン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 、死ぬほど笑った覚えがある、あれ見た見た、それあれを子供たちが見まして死ぬほど笑ってましたけど、あれでもね、昔なんかうわすごい日本で見てた時、子供です、うん、子供というか中学生とか、ね、その高校生とかかな、大人になってからかな、分からないけど、こんな世界あんねや、ね、へえ、テレビで見るもの、ね、図鑑で見る生活、ニカウさんとかさ、いや、そんなんと一緒でしょ、言うたら、そうだよと思ってたのに、うん、今見たらなんとなんと彼らが喋ってることが分かる、マジでそういうことです、インドネシア語喋ってるの、そうですよ、彼らは、そうですよ、あなた、あら、パパニューギニア語じゃなくて、パパニューギニア、ほら、あの辺さ、全部じゃないんかな、さっきと、ほら、インドネシアや、うん、インドネシア語喋ってんだよ、わ、聞き取れるんや、聞き取れるよ、わー、それすごい、なんか、うん、なんか嬉しいね、なんか素晴らしいね、お前年なんぼやとか言うてんですよ、おえ、もう帰んのとか言ってんの全部わかんない、ありゃそれはそれはすごい面白いわ、すごいやろ、うんうんうん、だからあのインドネシア何の話やったっけ、何忘れたけど、山本太郎あ、だから聞こえる、だからまあ、ね、そうそう、だからね、インドネシア語っていうのはね、うん、すごいんですよ、マレーシア、まあ、もともとねマレーシアの言葉からあのなんていうんですか、来てるのもあって、ね、うん、あの母体として作ってるから、うん、マレーシアでは当然、通じる、向こうはインドネシア人やなと思って、うん、思いながら聞いてくれる、ちょいちょい違うんやね、ちょっと違うね、うんうん、それは多分その例えば何時間が違うってた、関西と関東人、あ、なるほど、よりもうちょっと違う、もっと違うかもしれないけど、でも分かるね、うん、あ、この人関東の人やなんやなって、なるほど、だから例えば関西弁でさ、直しといてって言ったら、うん、なんか何やったっけ、直してってなんか物を修理すること、うん、直してっていうのを言わないやったっけ、そうそうそう、どっちだったっけ、直してって言ったらしまうってことでしょ、
あ、それかしまうか、うん、あ しまっておいてってことを直しといてっていうのを、え、何が壊れてんのってこう思っちゃうってことでしょ。確かに確かに、直しといてって。でもね、うちは子供たち関西弁喋られんくせに、ね、直しといてはな、やっぱ直しといてって言うからね、うん、あ、そう、あれいいね。知らぬ知らぬのうちに、いや、本当に何を話してるかって言ったら、普段バリ人っていうのはバリ語で喋ってんですよ。あ、そうだそうだそうだ、バリ語でニェニェ言ってるわけですよ。ニェニェ言ってる。で、共通語はもちろんインドネシア語、うん、だから彼らがバリ人同士で話してるときはいいね、バリ東発っぽいラジオになってきた。いいね。バリから話した、バリ人同士で話すときはバリ語、はい、で、さらに言うならば、うん、あのカーストがあるわけですよ。はあ、あんまり、そうか、私あんまりこう感じたことはないけどね、うん、あるわけですよ、うん、あるんだよね。私もそんなバリ語が全然達者じゃない、はあ、その中にも、そう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 、そうです、そうなんです。あの敬語みたいな感じで、敬語みたいなことですよね。まあ、日本語に直せば敬語ということですよね。だから別階級に対して話す言葉という言葉 と、うん、上の階級に話す言葉、下の階級に話す言葉と、その階級同士で喋る言葉っていうのがなんかあるのかな。何気やの、何気だね。まあまあ詳しい、詳しいことはね、追ってるかどうかは分からないですけど、知らんけどってやつですよ。知らんけど、そうらしいけど、知らんけどってやつで。でも実際問題違うねんな。だからその平民が、昔ガイドブックとかで読んだのは、平民が 70% と言われている。うん、なるほど。コーヒー飲もうか、飲もうか。ミンタコピバリーサトリちゃんは、あ、が、ヤンパナス、イシスス。イシススじゃないやつ。あ、イブリティ、サマータピティダイシスス。うんうんうん。いいですね。っていう、いいですね。ライブ感がありますけど、まあ、ここね、どこでやってるかって、獅子の裏のカフェでやってるんですね。カフェトピ、カフェトピというところでやってるんですけど。トピとはね、帽子という意味でございますかね。そうですね。さっき、あの、これ録音なんですけど、はい、録音してるんですけど、うん、あの、ご飯食べたとこなんですね、私たちね。そう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 。そろそろコーヒー飲まんと、あああああって。あはははは、ですね。どこまで行くやマライアキャリーか。マライアキャリーなの？まあまあ、マライアキャリーなのこれ。わかんない。レディーガガやで。レディーガガなの？ラチやで。そうなのね。私らね、大変ですよ。マニ？わかんないですけど。おいで。丁寧語がありました。そうそう、うん、だからね、うん、あの、そう、新聞でゲンゲン書いてるってバリポストの話、ね、そうですよ。だからバリポストもやっぱり結局インドネシア語で書いてあるわけですよ。そっかそっか。それ、そうでしょ、関西の新聞が関西弁で書いて真っ赤って話でしょ。ほんまやね。そういうことですよ。ほんまやね。でも読みたいね、うん、反対にね、関西弁で書いてある新聞を。あ、最初から最後まで。うん、いや、せやけど、おはようございます。せやけどとかさ、うわお、ウフト、これ、これ音入ってるかな。今からはあれですね、どっか雨来そうな、来るね、湿った涼しい風が吹き出してね、バリ島、ウブド、ね、山岳部、死ぬなー、カラオケラー、寝たら死ぬだ。そうですね、なんかバリ島っぽいですね。そうそう、サイヤアクスアクアカンプラン。ほんでですね、え、そうそうそうなの。ほんで、あの、 70% が平民なのね。言える、そのカースト、あの、いくつあるの？細かく言うと、うん、多分、あの、なんていうの、そういうのすごく専門の人が違う違うってなるかもしれないけど、ざっくりでいい。だからか、スードラっていう平民や、うん、平民ね。その上がね、多分やけど、うん、グスティっていうのがあるんだよね。グスティ、それがすごい上なんちゃうかな。その上に、そのグスティが何なのか私はよく分からへんねんけど、グスティさんはちょっといいはずやねん。で、ちなみにそのスードラ階級で、いわゆる 70% と言われてるのは、はい、あの、いわゆる名前が、まあ、プトゥーってね、ちょっと上の人でもプトゥーなんとかってつく場合もあるような気がするんやけど、ワヤン、ワヤンね、グデとかも男の子で、グデ玉ね、グデとか言うな、グデってなんか、グデって大きいことグデとか言うか、なんかこう、大ちゃんとかそんな感じなのかな、ね、うん、違かったごめんなさいね。ほんで、2番目が、あの、全部大、男女関係なしの、1子、2子、3子、4子で名前が決まってんの。はい。で、また5子からはもう一回元に戻っちゃうの。あ、なるほど。だから、そうなの。ワヤンやけど、1番目ですかって言ったら、いや、僕5番目ですっていうのが、最近子供3人ぐらいまでにしときましょうっていう話らしいから、なかなか、あの、戻るワヤン君っていうの、うん、ワヤンバリックっていうね。バリックって戻るってことやね。戻るというか、なんかひっくり返るって感じやねんけど、はあ、あの、ワヤンバリックとか言われたりするのは、5番目ってことなの。ああ、なるほど、なるほど、うん。昔の人はいるよね、結構。でも日本の昔と一緒で、やっぱりなんていうの、あの、新生児がちっちゃい時に子供がほら死んじゃう確率も多いから、いやいや、じゃあ5人兄弟多いねって言ってるのと、結構生きてるのは3人ですとかやったりするんだけどね。なるほど。でワヤン、
和やん、石がワヤンとか、はい、そのプトとかグデとかなんかな、これ違ってたごめんなさい、ワヤンは絶対そう。で2番目がカデさんとか、はい、マデさんマデですね、はい、よくね、なるほど、え、直美さんウブドなんですか、私去年行ったんです、ウブドの、あ、知ってるかな、カデさんわかりますすんません、うん、すんません、街中でカデー言うたら全部こっち向くよ、そうそう、もうそうやね、大概ね 25% ぐらい振り向くからね、あのウブドあたりで2000人ぐらいおるから ねきっとね、ちょっとカデさん、いやちょっとわかんないですって言ったらえ、そうなんですかって説明して、あ、でもね、わかるかもって、ウブド狭いからって言って、ちょっと聞いたらほんまに知ってる方やって、あー、よかった、びっくりした、それは奇跡だ、ほら奇跡だ、2000分の1だ、本当に2000分の1だ、知ってたと思っておっと、聞こえましたか、聞こえました、ゴロゴロは聞こえへんけど、横でうー言うてるのが聞こえた ね、あれはもう、うちのね、そうです、別荘クシニティだ、あの質問されたらすみません、明日出勤すんのかって言われて、別荘ティダ、別荘クデンパサルドロ、お、うん、こういうね、うん、なるほど、そうそう、ほんで、だからカデさん、マデさんとかが2番目でしょ、で3番目がニョマンコマン、ニョマンコマンね、これ私でございますよ、あなたもそうだ、あ、そうですよ、私もニョマンちゃんですよ、私たちね、三人姉妹のおとんぼちゃんでございます。おとんぼちゃんだね、本当に。甘えんぼちゃんですよ。甘えんぼちゃんですよ、全然。甘えんぼちゃん。もう上見てね、しっかり、あの世間のせちながなさをこう見てきた。そうそうそう、ね、あの特にね、おたくさんはね、上が離れてるからね。せちがないからって。うん、離れてるから、あ、そうですね、しっかり見れるやない。あの人たちの失敗をあの見事にしないように。飛び石をこうあれするように怒られるわ、怒られるわ、誰が失敗やって怒られる、素晴らしいお姉さんじゃない、何言ってますか、素晴らしい兄貴ですよ、うん、あの人たちは、ニョマンコマンですよ、そうそう、ほんでその下が最後がカタッ、ちょっと、ね、後ろにちっちゃいツーが入るわけです、カタッカタッカタッ、だからそういうで、もちろんそのワヤンだけやと、うん、みんな迷っちゃうわけでしょ、うん、ワヤン、うちのサフにもワヤンに言うといてって言ったら、うちにはワヤンが多分8人から10人ぐらいおんのかな、なんで、なかなかあれなんですけどね、なんか、うん、なかなかあれとか言ってますけど、なかなかあれ、何でしたっけ、今ちょっと中断しそうですけど、うん、大丈夫ですか、大丈夫ですよ、はい、あの、たとろんかしたうそからん、ボギットボギット、もう誰ですか、くしゃみをした、うん、参拝、ラギードアプルミネットボンゲン、Yep、そうそう、ね、何でしたっけ、クトちゃんね、最後がクトちゃんで、はい、何の話でしたっけ、あ、それだけだと、ビングンしちゃうでしょ、みんなビングンというのは、うん、私が今ビングンしてますけど、今ねちょっとあのお客さんがいきなり現れて何をしてるんだって顔してたから、うん、私がつって得意の手旗信号でね、あと20分待って、モールス信号でしたか、母帰宅すぐ帰れですね、あれ電報だ、桜散る、来年頑張れちゃうのだよそれ、もう違うの、あらららら、何の話なんですか、だからね、靴だよ、その、ワヤンとかマデとかニョマンとかクトとかつくねんけど、うん、 その後ろに、うん、まあ、ほんまのオリジナルの名前であったり、ワヤンジェシカとかですか、どうも道端ジェシカになる、だからニョマンジェシカでいいですよ、なるほど、いやニョマン道端で、道端ニョマンですよあなたはそれか、道端ニョマン、大きい声で笑うと黄色がパーンってくるのが面白い、ね、うるさいわ、いうね、道端ニョマン、道端ニョマン、なんかね、あれよね、演歌みたいな、いいですね、道端ニョマン、なんとか歌っていたくれない、もうベベーって今日はピーってなれ、あれですね、なんかなりますね、あかんっっあかんよっていう時に、悪い言葉を言う時にと入らない、ね、なんかね、チン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 とかね、チン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 と入ってる何かをね、うん、笛とか、年末に吹く、ぷーっとかいうの ね、 ね、びっくりするだろうね、ぷーばっかりですよ、うん、そう、だからね、その自分のオリジナルの名前が実際ついたりする場合もあるの、ちゃんと、あー、そうね、例えば、うん、例えばカデエラワティちゃんとかやと、いいカデエラとかさ、カデエラとかさ、そんなん呼ばれたりするんだけど、あの、まあ、みんなもそうやねんけど、私とかさ、結構あのあだ名をすぐつけるでしょ。なるほどね。うん。なるほど。つけるね。うん。つけがちじゃないですか。うん、うん、うん。だからそういうので読んだりする場合が。ちゃんと後ろにあるんや。名前が。ありますあります。へえ。うちのほらコマンチビって呼んでる、まあ、はいはい、昔はチビだって、まあ、今もちっちゃいけど、うん、まあ、年齢はもうだいぶいったけど、あの人も、ニーコマンムスティアリーか、ムスティアリーにかなかなか。かわいい名前やね、みんな。そうですよね。うん。あのにっていうのが、うん、女性につくの NY に、うん、で、うん、E が男性なのバリはだから E までとかなってのうち専務カーウィア、うん、あいつに E ニョマンカーウィアなへー通称カーウィって呼ばれてなるほど、うん、カーウィさんねカーウィさんね、うん、私あの必殺ドライバーやね、あのね、ドライバーやね必殺ドライバーあの顔でね
うん、私のこれ持論なんですけど、顔で大体これはカデ顔だとかニョマン顔だっていうのであるわけ、うん、で、あの予想でね、うん、そうやろなって一回聞いてるんですけど、多分その人この人そんな顔やと思って、うん、呼んじゃうわけですよ。それで、で過去に何人かね、あのいやうちの従業員ですよ、あのベジタリアンカフェの方の新しい方の、あそこは一気にね10人ぐらい取ったからね、ちょっと名前がねあやふやなんですよ、はい、もちろん顔は分かってんですよ、顔はどこで追っても日本で追ってもなんでこんなとこおんのっていうぐらい知ってんですけど、うん、あの名前がね23にあやふやなんですよ。でね、あのイブカデっていうのがいて、はい、イブカデイブカデ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 って呼んでたらね、2年目にね、うん、イブ私ニョマンですって言われて、あららららカデ顔やったんや、カデ顔だね、完全にカデ顔、あらもうカデでいいや、あの何が おもろいって、うん、イブはイブってあのその、ね、の女性とある程度の年齢以上の人のに対してイブ、はいはい、イブっていうのはすごい丁寧な言い方なんだけ ど、なるほど、イブはね私のことをカデカデ、あ、来た来た、すごい来たね、おお聞こえてる聞こえてる、嫌いやわ、うるさい邪魔すんな、ドドドドドイブイブ、ね、うん、イブがイブカデイブカデって呼ぶときは私のことを呼んでるっていうのは私は分かってるんですって、素晴らしいね、すごいね、ほんまニョマンです、前世は誰だったんです的な、そうですよ聖徳太子だったんです、ね、前世はカデだったんですよ、そうだからイブニョマンカデですよ彼女の場合は、なるほど、あの形容詞が後ろにつくからインドネシア語の場合、うん、白い犬じゃなくて犬白いってなるから、かわいいね、カデみたいなニョマンってことでイブニョマンカデですよ、イブニョマンカデいいです ね、そのイブニョマンカデが面白かったのが、うん、ちょっとおちゃらけキャラなんですね、でパヤンガンというウブドから、あのこれまたこの地名を言うたらね、皆さんのイバリのこと知らない人びっくりしますけど、キンタマーニというキンタマーニ高原っていう高原があるでしょなんかなんと爽やかな高原があるんですよ、そうですよ、あんた笑ってますけどね、はい、私こっちから17年いますから、はい、いいんですよそんなもの、まあ、大丈夫ですよ、うん、キンタマーニ高原っていうのがあって、はい、あのウブドから遅いよピーって、うん、子供がなんかあのなんちゅうの、あの踏んだらピーってなるサンダルみたいな感じで、あのあります、30分ぐらい行ったら行くのかな、うんね、うん、その途中手前の方、うん、で、まあ、パヤンガンって広いのね、うん、でウブドの北やねんけど、どれぐらいあるな、もう15分ぐらい入ったらパヤンガンには足かけんねん、あ、そうなんだ、でそっからほんまにもうここだいぶとやでっていう、ほんまに金玉の手前までもパヤンガンなんやけど、 そうなんだ、まあ、そこから来てるのね、パヤンガンのこっち側の方にしてるんだけど、そのクッとニョマンカデさんが、ニョマンカデがね、ニョマンカデ、ほんであの私昔あのパヤンガンに住んでたことがあるんですよ、あんなところへ、うん、いわゆるじゃないけど、ほらあの大富豪って本になってるでしょ、最近バリ島の大富豪兄貴なんて、兄貴なんマークスなんてさ、マークスですね、であの最近あれ彼と住んどったとか、いやな、彼と住んどったって言ったらそれあの語弊があるけど、あるけれども、うん、彼とは住んでないです、全く住んでねんか、はい、うん、語弊も何も、はい、あのないです、彼が持っていた、うん、所属していた建物に私が住んで、所持していたものです、所持していた、所属じゃないよ、所属じゃない、所属事務所みたいな、ね、びっくりする、まあ、何組の人間、吉本興業やからね、あの人元々、ね、何言ってんの、ほんまに、ほんまよ、吉本興業、興業、吉本興業、あの芸人じゃないけど、うん、うん、いいのそんなんでも、そんなんでいいのってどういうこと？え、芸人じゃなくても何所属できるの？あんたそらこんなん言う、そらそうやった、芸人のだけで吉本興業が成り立ってると思いか、思ってる、なんでやねん、いろいろやろうって、何が、まあ、裏方がいっぱいおるでしょ、あ、まあまあまあそういうことか、事務の人とかさ、あ、そうかそうか、なるほどね、もうおったら舞台のなんかいろいろ新喜劇やったらそういうする人もいて、で吉本はさ、あの、まあ、本書いたりとかそんなんもあるやん、あんなこと吉本の人やろうし、で、あの昔さ、あのリーさん広島やから分からへんかもしれんけど、あのディスコがあったの、吉本がやってるディスコ、知らんね、さすがに、ジェニーっていう店があって、ジェニーデッセジェニーでゼニデッセってことサンマがつけたらしいんやけど、デッセジェニーっていうのがあったの、でそのジェニーのベイサイドだったかな、なんか2つあんねんけど、そっちの袋服をやってた、あー、なるほど、で本人が言ってたけど、あー、そかほんまか、いやいや、まあほんまやろ、ほんまやろね、そんな嘘ついてもどうしようもないからね、まあ、芸人並みにね、あの人おもろいけどね、あ、そうけ、それで彼が所持してた、所持してた建物に、うん、所有してたよね、所持とかしてね、なんか覚醒剤みたいな所持してたから、なんかねえ、清原じゃんのましピーみたいな、お前ね、お前よ、あかんわ、ほんでさ、所有や、うん、ちょっとコーヒーいただきます、はい、ちょっと静かになります
同時に飲まんかったらね、同時に飲むから誰も喋らへん時間ができるわけです。シュルシュル言うてね、そういうことですよ、はい、あのそうそうパヤンガンに住んどった。そうそうパヤンガンに住んでてさ、うん、そう私がこっち来てほんまに一人で単身で来ちゃったでしょ、うんうん、でカバン屋なんか来てからどうしようって考えたカバン屋やから業態やからへ何仕事なし金なしコネなし、はい、何もなしで来たわけですよね、うん、私はね、うん、なし何もなしですか、あフラッシーボシューって言うんですよ、うん、なしですね、うん、フラッシーですよ、うんうん、千葉のね、うん、知らんよ千葉ですよね、千葉じゃろうか、フラッシーはね船橋じゃない、船橋ってどこ、東京、あれなんかムチやなこれ、いいね、関東のことは関東の人間に任せたらええねや、おやセント君でええねん、バカにしてんのんかセント君、いやいやうちの子供がセント君そっくり言われとった時があってね、あーほんと、アルマがな、うん、もうちょっと寄ってないとあかんと思うけど顔的にちょっとまあ丸やったからね、ひらがってる感じやろ、まあねどっちかというとフライパン叩いこらでうちの娘と似てるから顔が顔がアバター顔、アバター顔じゃね、アバター顔のポニョが魚から人間、うん、に変わる、逆に言えば人間から魚にちょうどなりかけてる時の顔に似てるでしょ、ね、似てる、似てんだよ、手がポンポンって生えた時のね、そうそう似てんですよ、うちとこの子供たちは、はい似てます、うん、で話がそれるんですけど、うん、まあ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 その話長いけどパヤンガに住んでたの、ね、ほら去年の6月にグッド地球便ってあのグッサンのね、はいはいはい、あのドキュメンタリーバラエティー番組かなんかで来ていただいたじゃないですか、まあね、有名人ですよ、へーへー、有名人ってあったねコマーシャルね、有の有名人ですね、あの24時間風呂ですね、持ってましたよ、あそうですか、はい、これそれかどうかもしれない、なんかお金入れんのかな、チャリンとかさチャリンチャリン言うと入るとかいうシステムないですかね、ただその有名人はもうないと思うよね、あの、うん、商品自体がね残念ながらね、だから一緒にコーヒーを飲もうとするなんかついついね目の前の人が言ったら ね、ほんまやわもうええちってね、おいで、おいでパヤンガ、おいしいよ、ここのコーヒー、うん、おいしいよ、さっきの金田マーニの、金田マーニのオーガニックコーヒーですから、あ、そうね、あ高原やからね、なんと爽やかな金田マーニでしょうか、そうです、でそこにほら番組のシューティングね撮影来たでしょ、うん、その時に、うんうん、私何にもなしで困ってたので、その丸尾さんっていうのが兄貴と言われてる大富豪の名前だけど、その丸尾さんと早めに会うてね、もう来てすぐぐらいに会うてんのね、偶然に、なるほど、ほんであのお金ないんですっていう話をしたら、うん、俺お前俺が持ってるところでその何か、まあ、日本人の子でこっち来て何かを始めたい夢を持ってる、ね、何かを始めたいっていう子らに住んでほしいなと思って作ったところがあんねん、一室空いてるわ、もうその時から富豪なんですか、ではない、まあ普通、あの時も私から見たら富豪やもん、まあまあまあね、それはなんか70円の飯食うのがなんかどうこう言うとか、70円じゃないですよ、40円ですよ、40円の飯食うのがいかがね、うん、へえ、なかなかいい志の、うんうんうん、だからその今ほどもちろんあのドッカンっていう感じじゃなかったけど、ちゃんと普通に会社も経営して、はあ、でもほらフットワークわかるから、バイク出すに行ったりしてたからね、あ、ぬがらから、うん、ぬがらに住んでないんだもん、今でこそこの数年やぬがらにいたの、あ、そうね、パヤンガンに会社はね、あ、そうね、今でも今でもある、あ、そうね、ほんでその近くに持ってたその、あの、なんて下宿みたいな、はいはいはい、おしゃれ下宿ですけど、おしゃれやってやろってこの間おった時も言ってたけどさ、でそこで知り合ったのがあの N 子と、はいはいはい、もう一人マリコさんっていう人がいてんだけど、グラフィックデザイナーので、私で始まったで、そこをさあの撮影、その直美さんの修行時代をね、今も修行やけどさ、うん、撮影行きましょうっていうことで、うん、ここで喋ってたの、このカフェでね、はいはい、獅子のすぐ裏にあるカフェで、はいはい、あの取材してもらいながら撮影チームと、うんうん、そこに行きたいと、ね、でその時に現地のコーディネーターの男の子が一人と、はい、日本から、ディレクターさんっていうの、うん、とあのでかい、おでかいアフラの、アフラで、アフラアフラカタウラアフラ、うん、これお金入る、そう、うん、おそろチリリンチリリンザクザク札の音やバサバサチリンじゃないな、チリリン、これ番組内でね、うちの会社店の名前出してくれっていう人は言ってください、うまいこと挟み込みます、はい、ほんでその、あと、現地のガイドさんで、うん、もうねなんかねおじいちゃん大丈夫なんかなと思ったけど、 まあ、おじいちゃんって言っても、うん、多分バリの人からこう老けて見えるから、そうだ、ね、案外も 50代、なるほど、日本ではおじいちゃんと言えないような年のおじいちゃん、ね、おじ様って感じだね、こっちとしたら結構おじいちゃん、おじいちゃん、うん、大丈夫かなと思ってるけどさ、うん、
で、あとカメラマンの人ね、日本人のカメラマンの人がいらっしゃったんやけど、うん、日本人のカメラマンの人もガチしてんねんな。その人バイクで乗っけてさ、私その人がさこう傾きながら私がバイク乗ってるのを後ろから撮影して、そのじいちゃんこっから電波サール行ってんで、私についてってんで。それはすげえな。28キロぐらい電波サールまで。私びっくりした。おじいちゃんどうなることかと思ったけどさ。おじいちゃんちゃうわ。おじさまですよ、それはもう。ヨーダを元気にしたんだ。バーって言ったね。ヨーダを、ヨーダと波平さんをむちゃくちゃや出して、人間ちゃうし、おんぶしてくれや、ジェダイやで。あら、おんぶしてくれ、おんぶしてくれよ、10円くれよ、借り上げてくれよ。すごいね、うん、パリ人すごいね。いや、ほんでそのおじいちゃんがね、うん、おじいちゃんおじさんが、うん、何人だろう、井田さんか、はい、井田さんっていう人が来てはって、んで、どこどこどう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 、いえそこどこですか、こっからその15分ぐらいの北上がったパヤンガンっていうとこです、あパヤンガンですか、その井田さんが南の方の、バリの南の方の人やからちょっとわからんかったみたいな、うん、パヤンガンはわかるんですけれども、うん、近くのホテルまではわかりますけれども、うん、なんか変なとこやったから、道自体は難しくないね、うん、でもなんかこう説明が難しい、そのなんとかホテルの先を走って、その何百メーターの後のクランクを曲がって、その左にまず曲がって、右に曲がりかけたところの右の、バタコってブロックやねんけど、うんうん、ブロック作ってるところの奥やってんけど、うん、とか言うと、それは難しいね、ちょっと待って、とか言ってんので、ちょうどそこにその話、私の話ってすごくなんていうの、あっちだこっちだするんだけど、ああさっきのニョマンカデさん、うん、イブニョマンカデが別件で、うん、裏にカフェがあるのね、別のカフェなんですよ、うん、私が喋ってるのはカフェトピというカフェ で、裏にベジタリアンカフェのワルンソパって、そこのスタッフなのね、ニョマンカデさんは。だね、ニョマンカデがなんかうちの会社の多分会計のなんかことで伝票持ってきてたんかな、はあ、ほんだら、あこの人パヤンガンやと思って、パヤンガンの人なの、うん、彼女はね、うん、で、あ、イブニョマーンって、あのさって、パヤンガンのほら私が昔住んでたっていうとこ言ったことあるでしょって、うんうんって、あそこに行きたいらしいから、バッパにね説明してあげて、うんうん、そういうややこしい説明の時って結局やっぱインドネシア人同士、はい、バリ人ならバリ人同士って、はい、バリ人はさクロッドとかなんとかって、その海側山側とかさ、はあ、方向とかでバーって言うからさ、から早いね、スラタンとかね、スラタンとかウタラとかティムールバラ、全くわかりません、カジューとクロッドって、クジューとクロッド、カジューが山側、クロッドが海側とかあるんやけどさ、で言うんやろなと思ったら、言ってって言ったら、チラッとそのヨーダを見てさ、イダさんやねんけど見てさ、うん、行きたいの、これインドネシア語やねんで、うん、バッパマークパヤンが、もう耳遠いと思ってんのよ、うん、パパ、マークパヤンが、これパヤンがに行きたいんですかって聞いてるわけ。分からへんの。簡単やで。バー行くやろ。あの角の、同じこと言ってなってした。インドネシア語ね、それも。うん、な、あそこあるから。行ったら分かるから。分かる？簡単やから。行ける行ける。とか言って。バカにしとんか。そう、ちっちゃい子に言うみたいに言うてんな、うん。分からへん。しゃあない。ほんだらついてったるわ。お行ったるから後ろからついといで。ってね。うん、でちなみに、ニョマンカデさんは、年齢で言えば多分35ぐらいね。おな、うん、その結構お年を召したさ、井田さんにさ、うん、な、ほな行くから、うん、終わった、うん、で後でな、待っときや、うん、親切やね、ものすごい親切やねんけど、うん、すごいなんていうの、なんかちっちゃい子に言うみたいに言って、うんうん、で井田さんも、あーいやー、まかしーって、ありがとう、ありがとうございますって言ってんねんな。で、バーって行った後にさ、私はすごい違和感があって、うん、何が違和感あるかって言ったら、うん、もちろん、まあまあ、だからその、おばちゃんがお年寄りとか子供に言うみたいに言ってんのね、それはそれでいいんかもしれへんねんけど、うん、井田さんな、名前な、井田さんって日本人ですかって言われるんですけど、井田さんですかじゃなくて、うん、井田バグースなわけ。そうですよね。でこれバリちょっと知ってる人というか、バリまあまあ知ってる人には分かるけど、井田バグースって一番上の階級で僧侶階級なわけよね。ですね、井田さんね。でもだから大概普通はバリ人同士が会うと、まあ、ちょっとしたぐらいだと思うぐらいやけど、名前聞くやん。名前聞いて、名前でカーストが判断できるから、ね、それで言葉を変えるわけよ。なるほど、なるほど。ほんでさ、なのになぜ。なのになぜ、ニョマンカデは。ほんだら、向こうの方行って、多分それを聞いてたうちのカフェのスタッフが、はい、あの人、イダヤで言うて、裏で言ったみたいで、はい、ちょっと数分後、走って帰ってきて、はい、
申し訳ございませんでした、ははーなった。そういうこと、うん、あの越後のちりめん問屋の田舎じじいと思っていたら、そうそうそう、なるほど、すけさん、かくさん、行ってやって、あれ見せたって、もういいでしょうってね、うん、しこたまやっといて、もういいでしょう、そうですよ、うん、あれ見せてやっ て、そういうのを目の当たりにしたのかい、あ、だからすごい違和感あったら、要はさ、井田さんやのにさ、いやいや、インドネシア語で喋ってるし、わかるかぐらいのね、まセやろギトカーンみたいなさ、と思って、ね、私もポカンと見てたのね、うん、ええー、のかニョマンさんと思ってて、それ知らん、 でもババもはいはいわかりましたって聞いてはって、いい、ね、戻ってきた、いやいいよいいよなんて言ってたけど、奥歯ギリギリはしとったんかもしれんぞお前一族あの何だか三代末まで呪ったろか、ったろか、うん、あの何ですかね、私ジャワから来た人やと思ってたって、どこかの別の島のインドネシア人やと思ってたみたいで、まあ、日本人とねこう撮影でぐるぐる回ってるか ら、 かるから、だからそのカースト関係ないと思って、なるほど、あのお世界のおばちゃんが、うん、あの耳の遠そうなおじいちゃんに喋ってる感じで喋ったら、実はバリ人だった、それもイダバグスだったっていう、それはね残念ごめん申し訳ございませんっていうのをそのインドネシア語バリ語のその ハルスって言うんだけど、その丁寧なバリ語で謝っとりました。なるほど。でそれを見て私はゲラゲラ笑って、周りもゲラゲラ笑ってて、うん、であの日本人のね取材チームも、うん、え何々なねってこう説明したら、うん、それおもろい、面白いシーンや、うん、面白いシーンやから、うん、でもう一回やって、ね、そうもう一回やってそれであのわざわざまあね自殺いたんですけど、まあ、そこは残念ながらカットカットでしたけど ね、 あららね、うん、25分番組やったからね、あ、そうかそうか、3日間結構バッチリ撮ったからね、楽しかったでしょ、うん、あなた楽しかったですよ、うん、楽しいわ、あれ面白かったわさ、うんうんうん、なるほど、そのぐらいやっぱりカーストがきついよ、ね、そうそう、かつたださん、あのイダバグースとかになると僧侶階級しかできへんのほら僧侶のお仕事っていうのは、まあ、あるんやけれども、うん、基本的にはあのそのインドみたいにさ、うん、あのクリーニング屋は一生死ぬまでクリーニング屋やし、息子もクリーニング屋やし、うん、そういうことはなくて、ないんですか、あの職業は決められてない、うん、その僧侶関係のお仕事、でも僧侶になりたい人はそこの出じゃないとダメ、うん、ダメな僧侶がある、まあ、あるっていうね、こないだほら見に行ったでしょ、へーへーへー、思い出してもらった、あそこのあのチリンチリンの上の方の人とかは、うん、あのやっぱり例えばワヤン、その辺のワヤンさんがなりたいって言ってもなられないんですよ、なれへんね、うん、でもそ の、 あの平民とかそのカースト関係なくなりたいと言ってなれ る、 なれるお坊さんもある、その司祭さん、司祭さんというか、まあ、うん、なるほどね、あ、まあ、その辺の詳しいことはね、一度なんかそういうのに詳しい人をちょっと、ね、読んで聞いてみたいですね、聞いてみてもいいかもしれないですけどね、うん、それはいい、うんうん、そうなんですね、なんかそんなか、なんかさ、うん、途中で話しててあの結末まで言わずに、うん、あのほっちらかして終わってる話とかが数々あると思うんですけど、大丈夫、大概そういうことなんで、はい、ね、千葉話はいい、そうですよ、そういうことです、大体ね、こうやって喋ってるでしょ、うん、ほんならもうやっぱり1時間ぐらい経つわけですよ、すごいね、ながらですから ね、 ね、本気で聞いたら分かるわけですから、ね、そうですよ、ながらで喋ってるものをながらで聞いてもらわんとどうにもならないわけですよ、うん、そうです、舐めてんのかしたら舐めちゃいませんよ舐めちゃいません、舐めちゃいないよ、舐めちゃ困るよお母さん、でも本当1時間やね、素晴らしいね、今日でもあれだね、そのあの、ええ、曲紹介、最後に曲紹介、曲紹介、うん、曲紹介、はいはい、曲紹介ですよ、はい、はい、どうぞ、1曲ね、うん、著作権の関係がありますから、ね、はい、気をつけてくださいね、あまり似せないように、はい、はいはい、突然終わるんですね、突然終わるんだ、突然終わります、今日は今回突然プチッと、そうです、そうです、なんか切れたんかな、曲紹介もねしたいという、そうですね、思い、それはリスナーから聞かないんですね、私なんか勝手にできるものをやらせて、できる範囲でいただくっていうことでね、うん、でも私それでいいと思う、歌ってほしい、あれのタイトル分からへんねんけど、動機はですか、違いますよ、 W の方ですよ、もうですか、そうですよ、また次回ですよ、おもうたまにね、ここあの牛が入ってくるよ、牛が、ね、裏にいますので、うん、もうなんて言うんですけど、だからあれですね、さっき の、 あの始まりの時 の、 その テーマ曲っていうんですか、うん、ジングルっていうんですか、うん、あのあれもね、ちょっとあの辻さんにお願いしようかと思ってますので、辻さん聞いてると思うんで、後でメッセージしますんで、辻さんあれのあのようにしていただきたいので、お願いします、お願いします、ノーギャラで、うん、やだね、困っちゃうねいや違うことでいいことがいっぱいありますから、いっぱいあるよ、じゃ あ、 あの最後はスポンサーのご紹介で、うん、今日は終わろうか、はい、いいね、どうぞ、ここのスポンサー枠が空いてますもんね、スポンサーってそれ枠で入れたら何すんの、宣伝したいの、
そう。チリーンっていうの。そう。ドサッチ。で、あの味劇場。地下。味劇場地下。高知県中村。今中村じゃないんだよ。で？四万都市？四万都市なのか。え、四万都市なの？聞いてんね。ねえ、あの四万十川ですよ。最後の清流ですか。はい。あそこの近くの、あそこの近くので雑だね。雑だね。近いよだって。サーファーとかが結構いるらしいですよ。あ、行ってこう行ってこうだ。遠いよ。針前橋からは。おお、針前橋からは遠い。うん、そう、うん。海からは近い。海から近いね。海から行ったね。カッと。カッと。ダダッと。ダダッと行ったね。そうよ。ね、あそこ味劇場地下がね、これチャリチャリンって入るんですか。どうさで。中村に行ったら料理屋ですよ。味劇場、素晴らしいね。本当に素晴らしかったね。あれは素晴らしかった。そうだよ。イタルさんにね、お父さんに会って、うん、本当に美味しかったね。美味しいでしょ、うん。美味しいだけじゃないっていうところがいいじゃないですか。また安いのあれどうなってるの、ね。安いのよ。安いのよ。本当に安いのよ。ね。ねどないよっていう。でも最後は大将ね、横に座って一緒に飲むっていうね。本当です。抱きしめた後、抱きしめちゃったね。お母さんに睨まれとったもん、ね。うん、睨まれとった。謎の先生が来て。ねえ、サバ寿司おごってくれるかもしれない。本当だ。手切れ金みたいな感じでおごってた。もうこれおごったから黙って絡まないでって感じだったもんね。そうそうそう、私たちね。いたんですよ、このね、去年の夏。そう、すごいいい体験だったよ、うん。あとは何ですか、スポンサー。シシバックですよ。シシバックですよ。シシバックドットコムです。ドットコム。スポンサーも何もないです。自分の店の宣伝ですよ。カフェトピ。カフェトピ。うん、あの何が面白いですか、ニョマンが面白いね。うん、そうですね。第 3品のうどんニョマン。ね、うん。ニョマンがちょっと、あの、いろいろなことで合理的という言葉から一番世界で一番離れたところにいらっしゃる男性ですね。天国に一番近い島じゃなくてね。天国に一番近い、合理的から一番遠い男。いいね、ニョマンさん。今度これあの曲作っときます。あ、ありがとうございます。うん、あの見てるだけでいいって、いるだけでってやつ。ね、タレパンダみたいだよね。そうそう、だから作業で効率性とかそういうのは別にこっちは求めてないと。ね、うん、ニョマンさん見てると。ホッとするわっていう人、そうです、和むわっていう人がいますから、あのクラッパーをね、あの叩き割るその姿がね、また凛々しい。何を質問してもやー言うからね、今日ね。それいけんの、やー、あかんねやろ、やー言うからね、あいつね。やーっつってね、やーです、ダチョクラボです。あとね、まあこの辺で、あの、そうですね、何ですか、イベント告知とか。そうですね、あ、いいですね。いいですね。私のイベントあるんですけどね、今度にしますわ、まだこれ。そりゃそうや。基本的にね、毎週行けたらいいかなと思ってます。そうですね。まあ、とにかく質問、うん、ご質問、もうやめろとか言うあのあれはやめろはね、あの、バリ雑言なし。みんなで楽しくしよう。ね。ね。みんなで。もうザ・バリ雑言は2ちゃんだけで結構。そう、誰だ？裏バリだけで結構。誰ですか？だが森さん中っていうのは。そうだよ、おしまで。だから森さん中の誰なんだというところまできちっと書いてもらわないと。ね、ドットコムまでお願いします。そうですよ。なお名乗れ、このハゲ。男なのか。いや、わかんない。あの、関西弁ではとりあえずハゲって言うんですよ。ハゲてなくても。リンさんに対してもハゲって言うわけですよ。ハゲなんや。いや、うん。いい、わかった、このハゲ。ハゲって言うね。でも、まだ。ハゲとか、うん、また話膨らみそうやけど、うん、ハゲとかアホっていうのは、うん、あの怒ってないもん、全然怒ってないし、な相手がお嫌いやということで言ってんちゃうもん。どっちかというと好きやいう感じ。好きですよね、うん、このアホ。だからね、アホかお前、うん、もうだから怒ってるアホもあるけど、うん、もう一番の悪い愚痴ではない。多分ね、多分私は思ってん、めっちゃ怒ってる時って思わずボロッとなんていうかなって言ってボケっつってんねん。たまに聞くの。このボケじゃないの。ボケ。ボケがって言ってるやろ、私。言いますね。たまに3年に1回ぐらい言うでしょ。広島弁でクソバカぐらいのね。クソバカ。クソバカがあってね。言いますよ。あ、そうなの、うん。ごめんね、広島の人。間違ってたらごめんけど、言うよね。ボケって言います。クソバカがほんま、言ってね。よいよとか。あ、そう。まあ、いよいよこのクソバカが言ってね。こんな感じですよ。そうですよ。っていうのを聞いたことがあるってことですよね。ね。なるほど。おー、ボケない。いけないよって言うんです。ダメだよ。ダメなんだよ。聞いたことねえよ。あかんの、お前。いてまうぞとかね。今ね、ちょっとボケ下顎が出たぞっていうわけですよ。言わないですよ。そういうこと言うんじゃなかろうかと思われる推測である。推測で、なるほど、そんなのを漫画で読んだことある。下世話な人間はそのようなことを言うのではなかろうか。私は怒ることないもん。な、え、いやいや、ほんまよ。怒らん、ね、お前怒ってることなかなかないでしょ。仏の直美ですよ。ほんと。ということで。ほんと。本日は、うん、これ最後の曲もね、辻さんに、うん、ね、そうだよ、フェードアウトする曲もお願いしたい。なんで作ってないんだよ、おかしいな、おかしいな。ラジオやるって言ってないんだよ、依頼もしてない。依頼の前に言わなあかんわな。いやね、ガムラン叩きや、叩き言うの、あれ、ガムラン叩きでしょ、ガムラン演者、奏者、演者、奏者、こんなに名前出してんだもん、うん、そうだよ、グラフィックデザイナーですから、ね、ケイスケさん、はい、お仕事待ってま す。ここにもチャリーンって入るかな、それはクルピアぐらい。いやいやいや、それはあの侮辱しすぎです。あ、ほんまですか。2万ルピアぐらい入ります。いや、2万かよ。2万かよ。
2万かよ。まあいいですよ。そう、これだけ言ったら作ってくれるでしょう。後でメールします。うんうんうん、ので、今日は終わりましょうね。はい。なんとなく終わりますけど。はい。タイトルは考えてない。来週。来週、来週。軽いね。軽い軽い。うんうん、もうこれあの、アップされる頃はタイトル、仮タイトルついてるかもしれないですけどね。金玉アニとかどうですか。昔あったのよ。うるわしの金玉アニ。昔あったのよ、そういうの。あったのね。あのね、ホームページみたいなで、うん、私見たことないんだけど、私のあの友達が見てたんだけど、金太とマーニさんがやってる金太とマーニのなんとかおまけコーナーみたいな。いいですね。じゃあ私が団吉になればあんた直美やな。直美そのままでいけんだもん。いけるわ。じゃあ団ちゃん言ってくれる、うん、じゃあ。じゃあ、まあ、タイトルも募集という感じで、ね、お願いしますよ。あのやっていきたいと思いますので、長々すいません。よろしくお願いします。それではさようなら。さようなら。